こんばんは。ギャルになりたい人妻、サラです。ちょっと今日は懐かしいアバターを出してきました。私が髪の毛を触れるようにした初めてのアバターですね。どうでもいい。どうでもいいけど、これで遊ぶの結構楽しいんです。今日なんでこのアバター出してきたかっていうと、VR チャットのなでなで文化について、ちょっと話したいなと思ったからなんですけど、ちょっとこのアバターにはですね、ある仕掛けがあるので、今日はちょっとこのアバターで来てます。この間、ある方の、ラジオを聞いていて、VR チャットにおける、なでる文化について、ちょっと言及があって、ああ、そういえば、そうだよなって。ちょっと思い出したことがあったので、せっかく仕込んだね、ものがあるので、ちょっと 披露したい。誰かに見てもらいたい と思って、今日このアバターを出してきてます。ちなみにこのアバターですね、ずっとニコニコしてて目が開かない 開かないので、今日はニコニコ顔でお付き合いください。よろしくお願いします。私 VR チャット始めて、その半年ぐらい最近ね、経ったんですけど、始めたばっかりの頃、その VR チャットには、こう、撫でる文化、アバターを撫でるみたいな文化があるんですけど、最初それがかなり怖くてですね、結構辛いなって悩んだ記憶があるんですよね。なんかその撫でるのが当たり前っていうのが頭で分かってても、急にこう目の前に近くに来て、それがまあリアルでその距離だったら、もう全力で逃げるよねっていうような距離だったりするので、最初は結構恐怖を感じていて、後ろにね、逃げられればいいんですけど、こういうふうにこう壁にコライダーって言って、こう何て言うんですかね、障害物っていうか、それ以上後ろに行けないみたいな加工がされてる時が一番困って、後ろに行けないし、なんか言えないし、どうしようみたいな感じで結構悩んだのを覚えています。それで言えない私が 言えればいいんですけど、やめてくださいって言えればいいんですけど、なんかそのね、撫でる人たちも悪気があって来てるわけじゃないので、こうゆっくりゆっくりそーっと近づいてこられたりすると、言うタイミングとかも分かんなくってね、難しかったんですよ。それで私考えたんです。言えないなら、なんか札でも出そうかなって思って。それで作ったのがこれなんですよ。近いっていう札なんですけど 今思うと、これ出せるなら言えるんじゃないってちょっと思ったりしたんですけどね 何作ってんですかね これを使ったのはね、1回か2回なんですよ、結局。まあ、私がこういうのを持ってるっていうのが分かるっていうだけで、あ、この人は近寄ってほしくない人なんだなっていうのが、多分分かるようになったのかなって思うんですけど、アバターもあるとは思ってるんですよ。これちょっとちっちゃめ、身長多分140ぐらいのアバターで、今はですね、できるだけ身長伸ばしてます。なでなでされたくないんで。見下ろすぐらいの、身長にしてます。150とかくらいは多分あるかなと思うんですけど、なんかやっぱり何て言うんですかね、すごい低身長アバターってあるんですけど、こう撫でやすいんですよね。で、私も撫でていいのかなって思って、ちょっと撫でたくなったりとかする時あるんですけど、その私が聞いたラジオでは、まあ聞いてくれさえすればいいんですよっていう話があって。で、あ、本当に真理だなと思って、撫でていいですかって一言聞いてくれれば、済む話だなって思うんですよね。撫でていいですかって言われたら、あ、ちょっとって答えればいいし、まあね、撫で撫でだけじゃなくて、なんか私は結構頭ポンポンとかされるのも、なんかもう みたいな 感じになるタイプなので、なんか触るときはね、触っていいとか、聞いてもらえるといいですね。なんか触ったことがある人ならまだいいんですけど、触ったことがない人、初めて会う人とかじゃなくても、触るような関係かどうかっていうのが、曖昧な方とかは、なんか聞いてくれたらいいと思います。なんか、これ出すのもちょっとね、このアバターにならないとこれ出せないんで、ちょっとね、
どうかなって今思いますけど、これすごい入れて、すごい苦労して入れたアニメーションなんで、どっかで披露したいと思って今日は披露してみました。本当ね、話はねそれだけです。なでなで文化で悩んでたことがあったなって、始めたばっかりの初心者さんで私の動画を見てる人って多分あんまりいないと思うんですけど、設定のところでコンフォート&セーフティーのところにパーソナルスペースっていうところがあるんですけど、これにチェックを入れるのも一つの手かなとは思います。すごい距離が近い人がいたら、見えなくなるんですね。そこにチェック入れてると透明になるので、その不愉快だなって思うことがあればこれにチェック入れてもいいし、もう私は最近本当にライトにブロックするようになりましたんで、強くなりました。あ、目開いてる。こうすると目開けられるんだ。なんかね、なんていうんですかね、ブロックするのにも最初は勇気がいるので、そんなライトにねブロックしちゃっていいのかなとかって思って悩んでる人とかがいるかもしれないんですけど、聞いてほしいっていうふうに相手の人にね言うのは簡単なんですけど、その人が聞くかどうかはその人の自由なんで、聞いてこなかったとして別にその人をね責める権利があるわけじゃないし、私たちが自分で取れる手段って本当限られてるんで、なんかブロックもねカジュアルに使ったらいいんじゃないって今思いますね。始めたばっかりの時はねそんなこと思えなかったんで、もしそういう何かしら撫でる以外にもそうかもしれないんですけど、そういった文化になれないな、馴染めないなっていう方がいたら、ぜひブロックとかもね活用してったら、なんかもっと快適にこのゲーム続けられるんじゃないかなって思ったりします。っていう話でした。私は今日は自分が頑張って入れたこれを見てくれっていうそれが言いたかっただけ。では今日もこんな本当くだらないブログを今日も見てくれた方ありがとうございます。本当ありがとうございます。ではまた。